ルーペフィアスコとはアメリカ合衆国入りの一周シ,シカゴ出身のラッパーである。2006年にデビュー。2011年にリリースされたアルバムレイザースは全米アルバムチャート初登場1位を記録。またグラミー賞を受賞した経験も持つ。代表曲は2007年発表のスーパースター。ライブでのルーペフィアスコドラマーを父に持つ9人兄弟の末っ子として シカゴ西部で育つ。高校卒業後にダーパックというグループを結成し、本格的にラップ活動を開始。しかし、同グループはメジャーデビュー直後に解散。ソロ活動に専念するようになった。彼は JZ の目を引き、2006年にアルバムルーペフィアスコ、エスフードリカーでメジャーデビュー。その類まれなるリリックの巧みさが評価され、芝叩く間に、 全米で人気を獲得する。その後も人気は上昇し続け、2011年発表のアルバムレイザースで、ついに全米アルバムチャート初登場1位を記録した。2006年9月19日、デビューアルバムルーペ・フィアスコエス・フード・リカーをリリース。全米アルバムチャートにて、初登場8位を記録。2007年1月に、プロモーションのため初来日した、彼は、 4月にスプリングルーブ出演、9月に G-SHOCK25 周年イベント出演のため来日し、1年で3度の来日をする。2007年12月18日、セカンドアルバムルーペ・フィアスコ・エス・ザ・クールをリリース。全米アルバムチャートにて初登場14位を記録。セールス面では50万枚以上を売り上げ、全米でゴールドディスクに認定されている。 2011年3月8日、サードアルバム、レイザースをリリース。全米アルバムチャートにて、初週に20万枚程度を売り上げ初登場1位を記録。2000年代後半の流行であったリック・ロスや、リル・ウェイン等のギャングスタ・ラップ勢と違い、楽曲自体が落ち着いた雰囲気のものが多く、全体的にソウルフルなナンバーで占められている。同郷のコモンなどと比べられることが多い。 父親が空手教室を運営していたことから子供の頃より空手や剣道などの武術や日本の文化に慣れ親しみ育つ。漫画、アニメ、ゴジラ、空手映画が大好きでお気に入りの場所には東京を挙げている。好きなアニメは、アキラ、幼獣都市、重氷絵を主風調、ジャイアントロボザアニメーション地球が静止する日、未来少年、コナン、ルパン三世など。詳細は、 英語版 ,EN, ルーペフィアスコディスコグラフィオ。参照詳細は、英語版 ,EN, リストオブアワーズナマネシャンズリシベドバイルーペ、フィアスコを参照。ありがとうございます。